はいどうも皆さんこんにちは。今回はディズニーのイベントである D23 で特大発表がある可能性が大きいので、これについて見ていきたいと思います。マーベルの発表といえば毎年7月に開催されているサンディエゴコミコンが有名ですが、これに加えて D23 というイベントもあります。マーベルスタジオは現在ディズニーの傘下ということで、このイベントにはマーベルスタジオも出席して新たな発表があることが考えられます。今年のイベントは9月9日から11日ということで、開催までもう少しとなります。今回期待したいのは MCU のフェーズ6の公開ラインナップです。サンディエゴコミコンでは MCU フェーズ5の公開ラインナップは分かりましたが、フェーズ6は一部のみが発表されています。ディズニーはイベントを迎えるにあたってこのようなポスターを発表しました。真ん中にいるミッキーを中心に、周りにはディズニーが抱えているキャラクターがたくさん描かれています。このポスターの中にマーベルを示すものは4つあり、まず左上にはキャプテンアメリカの盾があります。そしてミッキーの下にはスパイダーマンがぶら下がっていて、右下の方にはブラックパンサーらしきロゴも見えます。また右上の方には宇宙船が描かれていて、これはノバを示している可能性があります。この中でもまずはスパイダーマンについて見ていきたいと思います。このように描かれているということは、今回のイベントで何かしらスパイダーマンについての発表がある可能性があります。これまでスパイダーマンの作品がこういったイベントで発表されることはほとんどありませんでした。その理由となっているのがソニーで、スパイダーマンの映画化に関してはソニーが権利を持っているため、MCU フェーズ4に関してのサンディエゴコミコンの発表では、スパイダーマンノーウェイホームの発表は含まれていませんでした。そのためもしかしたら今回は状況が変わって、スパイダーマンの発表をするということになったのかもしれません。スパイダーマンといえば9月からはアメリカをはじめとして全世界でスパイダーマンノーウェイホームの未公開シーンを含めた再上映がされます。スパイダーマンノーウェイホームは世界的に大ヒットしたということで、このタイミングを狙ってスパイダーマン4作目の発表を行うことも考えられそうです。もう一つ考えられることはスパイダーマンフレッシュマンイヤーです。スパイダーマンフレッシュマンイヤーは2024年公開予定のドラマシリーズで、まだ予告編は登場していないため、今回予告編を公開するということも考えられます。またスパイダーマンに関しては2025年のアベンジャーズシークレットウォーズには登場することが考えられますが、この前にスパイダーマン4作目が公開される可能性がかなり高いと思います。まず物語的に言って、スパイダーマンノーウェイホームの後、ピーター・パーカーの存在自体が消えてしまっているため、突然スパイダーマンをアベンジャーズに登場させることはできないはずだからです。再びスパイダーマンをアベンジャーズに登場させるには、せめて仲間はピーター・パーカーという存在を知っていないとかなり不便だと思うので、アベンジャーズの前にスパイダーマン4作目を公開して、再び身内にはスパイダーマンの正体を思い出してもらうことが必要になってくると思います。次に見ていくのがノバです。ポスターの右上にはこのようにノバコープスの宇宙船が描かれています。ノバコープスに関してはガーディアンズ1作目に登場した以降特に登場しておらず、現在ノバコープスはほぼ全滅していることが考えられます。その理由がインフィニティウォーの冒頭で、サノスは惑星ザンダーに行き、ノバコープスが保管していたはずのパワーストーンをすでに持って現れているからです。つまりこの時点でノバコープスはサノスと戦ったものの負けてしまい、かなりの被害が出ているはずです。またマーベルスタジオ社長のケビン・ファイギもノバのプロジェクトに関しては認めていて、ノバのプロジェクトが実際に動き出すのは時間の問題だと思います。そんな中、ポスターにノバコープスの宇宙船が描かれているため、MCU フェーズ6の中にノバが隠されているのかもしれません。またポスターの左下にはシャンチーのロゴがあるのがわかります。このマークはシャンチーのスーツの胸に描かれているものと同じで、これはシャンチー2などの情報も解禁されるのかもしれません。シャンチー2に関しては、マーベルスタジオが認めており、当然アベンジャーズにも登場するはずで、映画の最後には大きな謎を残して終わっているため、新たな情報を期待したいところです。また右下のブラックパンサーのロゴに関しては、MCU フェーズ4の締めくくりとなるブラックパンサーワカンダフォーエバーを示しているはずで、左上にはキャプテンアメリカの盾もあるということで、キャプテンアメリカニューワールドオーダーの情報も少し登場するのかもしれません。今回は D23 のイベントで考えられる発表について見てきました。皆さんはこのイベントで何が発表されると思いますか？ぜひ下のコメント欄に残していてください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。